とある探索中、右の小道に案内板を見つけました。いざ情報収集。こうした案内板や石碑などからは、時折有益な情報が得られます。確認は確実に。お、見知らぬ隧道の名前を発見。どんどん隧道というのは、随分な名称ですね。と、右に目をやれば、なんとも見事な地層の露出。地質の知識はこれっぽっちもありませんが、ダイナミックでいいと思います。接近観察。ん？地層露出岩壁の下方を流れる、沢の線形。地山に突っ込んでません。現代的な施工もなし。これは、下に、河原に降り立つぞ。降り立ちました。回れ右。沢が暗がりに吸い込まれています。これは。開口確認、岩肌丸出し、そしてでかい。足元に注意しつつ、興奮気味に誘導。こんなこともあろうかと本日は、短パンに草履という舐め腐った装備です。右手に、足場のようにせり出した岩場があります。危ないから、素直にバシャバシャ進もうね。入ってみて改めてわかる、異様な広さです。真っ先に浮かんだのは千葉の川回しですが、周囲にその雰囲気は薄く、違うでしょう。多分。となると水路隧道の説が強くなりますね。実際、掛川にはこれが異様に多く存在しています。しかしそれらは、いずれも1メートルそこそこの高さ。こんなに大きなものは、やっぱり天然洞窟か？と、水深が増してきたので、岩棚に身を預けます。しっかり乾いているので滑らなそうですが、体勢低めで、ゆっくりと、あっという間に反対側が目の前。こちらはゴツゴツと、武骨な河川風景ですね。見るからに、油断即転倒の一触即発系区間です。一歩一歩、気合を入れて踏みしめましょうね。抜けました。突然の出会いで、謎ばかりの穴ですね。ネットにも情報がなく、名称も、人工か天然かも謎。誰か情報をください。